おかっぴきは、江戸時代の町奉行所や、日付盗賊改め方などで、警察機能の末端を担った、非公認の協力者。正式には、江戸では御用聞き、関八州では目明かし、上方では手先あるいは口問いと呼び、各地方で呼び方は異なっていた。岡とは、脇の立場の人間であることを表し、抗議の役人ではない脇の人間が行印することから、おかっぴきと呼ばれた。 また、おかっぴきは配下に下、陰と呼ばれる手下を持つことも多かった。本来、おかっぴきという呼び方は、別称で、公の場所では呼ばれたり名乗ったりする呼び方ではないが、時代小説や時代劇でこのように呼ばれたり表現、されたりすることが多い。本校では、便宜上、おかっぴきで統一する。起源は、軽犯罪者の罪を許して先として使った、方面である。 武士は、市中の落伍者、と生人の生活環境、犯罪実態について不分妙なため、捜査の必要上、犯罪者の一部を体制側に取り込み情報を収集のため支援する必要があった。江戸時代の刑罰は、共同体からの追放刑が基本であったため、町や村といった公認された共同体の外部に、そこからの追放を受けた無宿の者の共同体が、形成され、 その内部社会に通じたものを使わなければ、捜査自体が困難だったのである。必然的に、バクト、エタ、テキヤなどの役座者や、親分と呼ばれる地域の顔役がおかっぴきになることが多く、両立しえない仕事を兼ねる、二足のわらじの語源となった。奉行所の意向を傘に来て威張る者や、強喝まがいの行為で金をねだる者も多く、たびたびおかっぴきの使用を禁止する、お触れが出た。 南町、北町奉行所には、より木が、各25機、同心が、各100人配置されていたが、警察業務を執行する回り方同心は南北、合わせて30人にも満たず、人口100万人にも達した、江戸の治安を維持することは困難であったため、同心は、私的にかっぴきを雇っていた。岡っ引きが、約500人、下っ引きを含めて3000人ぐらいいたという。 奉業者の世紀の構成員ではなく、宝給も任命もなかったが、同心から手札を得ていた。同心の屋敷には、おかっぴきのための食事や、間食の用意が常に整えてあり、いつでもそこで食事ができたようである。ただし、おかっぴきを専業として、生計を立てた事例はなく、女房に、小間物屋や,や汁小屋をやらせるなど家業を持った。半七、鳥物町屋、 銭形平事などの時代劇において、おかっぴきは常に十手を預かっているかのように描かれているが、実際は奉行所からの要請に基づき事件のたびに、奉行所に十手を取りに行ったとされている。十手を携帯する際も見えるように帯に刺すのではなく、懐などに隠し持っていた。また、時代劇で十手にふさがついていることがあるが、某は同心以上に許されるものであって、おかっぴきの十手にはつかない。 ましてや紫色の房は、養殖のものがつけるものであり、おかっぴきがつけることはまずありえない。半七、鳥物町を講師とする、鳥物町の探偵役としても有名であるが、実態とはかなり異なる。推理小説研究家によっては、私立探偵と同志と見る人もいる。一般の町民が内密に役人から命じられて、犯罪の密告に当たった。江戸とは異なり、 犯人の捕獲に携わらず、密告専門であった。江戸では、非公認な存在であったが、それ以外の地域では、地方領主により公認されたケースも存在している。例えば、欧州森山藩では、目明かしに対し受手の代わりに台頭することを公式に、許可し、かつ、必要経費代わりの現物支給として食いしての特権を付与している。また、 関東取締出役配下の目明かしは、地元町村からの推薦により任命されたため、公的な性格も有していた。注釈出典、林義和、江戸の24時間、1989年、川で処防審者、68ページ。縄弓を、間違いだらけの時代劇、川で処防審者、27ページ。縄弓を、間違いだらけの時代劇、川で処防審査。 85ページ。林義和、江戸の24時間、1989年、川で処防審百287ページ。ありがとうございます。